平山幸子君、はいえー、無所属の平山幸子です、えー、今日は先ほどからあの議論になっています石炭火力について私もおその件などについて質問をさせていただきたいと思いますまずはあの昨年12月に開催されましたコップ25について、えー、このコップ25では、えー コップ COP24 からの宿題でもありました、このパリ協定6条のいわゆる市場メカニズムについては、2日間、会期を延長した今回も合意には至らなかったということです。まあ、そうした中で 大臣は、ですね会期末にはブラジルと EU など、まあ、対立する国同士の橋渡し役を積極になされて、まあ、あと一歩のところまで行ったという報道もされてますけれども、えー、なぜ今回、合意できなかったのか、またあその時の交渉の内容も含めて、まずは教えていただけますでしょうか小泉環境大臣、えー、パリ協定の6条、この市場メカニズムと呼ばれますが、 これは国と国とが協力をして温室効果ガスの削減を促す仕組みの一つです。で今回、COP25 で会議の日程を延長して、最後の最後までギリギリの調整が行われました。私は交渉が佳境を迎える2週目の後半から、交渉の鍵を握るブラジル、そして EU をはじめ、議長国であるチリを含めた12カ国の大臣、で国連事務総長のグテーレス事務総長、そして気候変動枠組み条約事務局長のエスピノーザ事務局長、 たそれらの要所の関係者と合計で30回以上にわたる倍会談を行いました、30回以上をこの数日間でやるわけですから、あの本当に行ったり来たりをやってたわけでありますで。こういった中で、まず、なぜ2日という史上最長の延長に至ったかっていうのは、日本の貢献の結果です。もしもし日本の貢献がなければ 2日の延長すらなく終わっていた可能性が相当に高いと私は思いますし、最後のクロージングセッションで、複数国から日本の調整努力に対する謝意が、日本ということにしっかりと名前を挙げていただいて、言及があったというのは、それを関係国がつぶさに見ていたことがあるだろうと思います。でこのののの日本の調整の努力が一つの 2日延長という最後まで諦めないこの取り組みを生んだきっかけは我々の交渉チームの中のプロの存在のおかげですそのプロが交渉官として今までずっと積み上げていた緻密なデータ数字これを交渉がもうどうにもこうにも進まないそういう中で一つの計算を提示をしましてそういった中で コミュニケーションが動かなないいとと思われたところが動くようにっっていったそれで私も含めて、まだここで諦めてはいけないと、議長国、チリ、そして国連事務総長、そして特にブラジルと EU の関係というのが大変難しい状況でありましたので、まさにその両国の間をずっと行き来をしていた。 そしてそれぞれのコミュニケーションを図ったというのが実情であります。えー、そのことが結果として COP25 は6条の妥結には至りませんでしたが、えー、COP24 でこの6条の合意の形のシルエットすら見えなかったとしたら、COP25 マドリードは合意のシルエットと思われるものが浮かび上がった COP だと思います。ですので、今年二26グラスゴーで行われる予定でありますが、 この浮かび上がったシルエットが明確な姿として現れて合意ができるように環境省の交渉を担当する幹部をすでに今年1月からイギリスなど EU にも派遣をしておりますし引き続きこの交渉に対するリードを日本がしっかりと果たせるように取り組んでいきたいと考えています。平山幸子君はいあの調整役としての本当にご努力を 感じましたし引き続きお願いをしたいというふうに思いますでこのパリ協定六条四項には市場メカニズムの目的の一つとして世界の排出量における全体的な緩和を達成すると 書かれています、まあ、この温室効果ガスとりわけ CO2 の削減というのは世界全体がもうこれ危機にやらなくてはいけないんだということを世界共通の認識として持っているというふうに思います。にもかかわらず一方でこういう会議の場に行きますとあの数字上だけでも目標に合わせていこうというような、えー、それぞれの国のなんかこう体裁を整えるのようなそんな姿も どうしても見えてきてしまいますそれでは目的は一体何だったのというふうになりかねません、えー 我が国はもちろん、この CO2 削減、率先してやっていくべきだというふうに思いますけれども、今回の COP においては、ですね残念ながら化石賞を受賞するなど、世界から批判もされたのはま事実でありますで。もっとも我が国は現在、電力供給の31%を石炭火力発電が占めていますから、脱石炭が世界の潮流となった今、この受賞はま仕方ないというふうに言えるのかもしれません。 資料を皆さん、お手元をご覧いただきたいと思います。改めてですが、右半分、これは我が国の2030年度の電源構成ですで。この目標が達成されたとしても、2030年度に発電の26%を石炭に頼っているということになります。あの経済産業省に伺います。この電源構成で、2030年度の CO2 削減目標の達成が可能なのかどうか、お考えを聞かせてください。 資源エネルギー庁村瀬電力ガス事業部長お答え申し上げますあのご質問いただきましたエネルギーミックスにつきましては、エネルギー政策の3つの目標であります、えー、エネルギーの安定供給、それから気候変動問題への対応。 経済性の確保といった政策目標を同時達成する姿としてお示しをしたものでございまして、パリ協定における NDC として提出された削減目標、具体的には26%削減目標と、整合的なものとなってございます。エネルギーミックスを実現していきますれば、2030年度の CO2 削減目標は達成可能と考えてございます。 平山幸子君、はいえー、私は、ですね何も今すぐにこの石炭火力をゼロにしろというふうに申し上げているわけではなくて、やっぱりあの資源に乏しい国、日本ですから、あのエネルギーの安全保障上を見て,ても、やはりこのさまざまなエネルギーを選択していくというのは、これ、もちろんあの重要であるというふうに認識をしています。 ただ一方で、このエネルギーミックス、現在6%程度しかない原子力を、あと10年で20%以上にまで引き上げられて、やっと達成できる、非常に野心的な目標に思えます。 もちろんあの再稼働するには原子力規制委員会の,おこの審査を通って、かつ安全性が証明されて、まあ、さらには地元のご理解をいただいてからの再稼働になるというふうに認識はしておりますけれども、経産省としてこの原子力20%から22%達成するために、今後10年間でどのくらいのペースで再稼働を進めていくおつもりなのか、その方への教えてください。村瀬事業部長 お答え申し上げます今、ご質問いただきましたミックスにおける原子力の比率、20から22%でございますけれども、これは個別のものを積み上げたわけではございませんで、3つのエネルギーの先ほど申し上げた目標を同時達成できるように、検討した結果として得られたマクロの比率でございます。したがいまして、個別の内訳というものはないんですけれども、これをキロワットアワーを奇数で概算しますと、 いい程度という計算になるわけでございます原子力のこの比率でございますけれども、原子力規制委員会の審査を経て、既存の原発を再稼働いたしまして、稼働率を例えば8割程度で想定をいたしまして、一部の炉につきましては、40年を超える運転期間延長、これ、法令で許された範囲での延長を行うことによって、新増設リプレイスがない場合でも達成可能であると考えてございます。あとこれまでの 5年間この5年間で9基の原発が再稼働してございます、残り10年間でどれぐらいかということでございますけれども、一歩ずつ先ほどご指摘いただきましたように、原子力規制委員会が新規制基準に適合したと認めたもののみ、その判断を尊重し、地元のご理解を得ながら、一つずつ丁寧に取り組んでいきたいというふうに考えてございます平山幸子君。 はい、えー、なかなかですね、えー、これまでも質問をさせていただいた中で、えー、前に進んでいないんじゃないかという率直な個人的な思いがありましたので今回質問をさせていただいたわけですけれどもあの大事なのは加速するエネルギーの消費量と一方で、えー、資源が 限りある中、そして環境の影響も、このすべてを考えて取り組んでいかなくてはいけないということになりますので、大変取り組みは難しいというふうに思いますが、あの国がやはり具体的なあの絵に描いた餅ではなくて、しっかりとした目標を定めない限り、やはり国民もしっかり納得をして理解をするという、そこにつながっていかないというふうに思いますので、ぜひあの政府全体で、えー、こう責任あるまた形で、皆さんに提示をしていただきますよ、う引き続き。 ご努力お願いを申し上げます、はい、あの続いて火力発電についてですけれども、今後、新たに竣工した火力発電所の運転開始に加えて、まあ、老朽化した火力発電所をリプレースしていくこと、でそれと同時に、まあ、現在、北海道の苫小牧で実証実験をされているような、 CO2 の分離回収を全国的にも広めていく、さらに言えば、火力発電所にはそうした設備を併設させることを義務づけていくということも有効な手段の一つではないかというふうに考えています。苫、えー、小前での CO2 の分離回収の実証実験をはじめ、政府ではカーボンリサイクルについても、2023年の実用化を目指しているという報道もされていますが、その可能性について、大臣に伺います小泉環境大臣。 平山先生、今お触れいただいたとおり、えー、2030年以降の本格的な社会実装に向けて、2023年までに最初の商用化規模の CCU 技術を確立することを目指す、えー、ということです。でまた、えー、石炭火力発電については、商用化を前提に2030年までに CCS を導入することを検討するというふうに位置づけています。 で環境省では、この CCUS の早期の社会実装を目指して、今、福岡県の大牟田市に、バイオマス火力発電所、三河発電所というのがありますが、排出ガスの半分以上の CO2 に相当する、1日あたり500トンを回収できる商用規模の設備を設置して、今年の夏に稼働予定であります。でこれは日本最大の商用規模での CO2 回収実証となる見込みです。さらに、バイオマス発電からの c CS。 バイオエナジー CCS、これ、B、BECCS で BEX というふうに言われますが、BEX は IPCC の1.5度特別報告書において、ネガティブエミッション技術として位置づけられていますが、この技術は、この事業は世界で初めての商用規模の BEX となる見込みです。この実証により、まずは CO2 の回収技術、CCUS のうちの CC ですね。 について来年度、2020年度をめどに確立をしたいと。えー、その次に、えー、環境省では、廃棄物焼却施設から排出される CO2 を利用して、燃料や化学品の原料となるメタンやエタノールを作る実証事業にも着手をしています。これによって、えー、2023年までに最初の商用化の規模の CCU 技術を確立をさせて、さらに2030年以降の本格的な CCUS の社会実装を目指していくと。 でこれらの CCUS 技術を社会に実装するための実証事業として、今、ご審議をいただいている2020年度予算案の中では、75億円を計上しています。今後もこういった事業技術実証を着実に進めて、化石資源から CO2、原材料を化石資源から CO2 にシフトする社会の席石を打っていきたいというふうに考えています。平山幸子君、はい あ,のあと一方で、世界ではです、ね、大気中の CO2 を直接吸収して固定化するダイレクトエアキャプチャーと呼ばれる実証実験が行われているというふうに伺っていますとりわけスイスのクライムワークスという企業では大気中から吸収したこの CO2 を使った農業であったり炭酸水であったりこれらがすでに商用化されているというふうに聞いています。 我が国では現在、こうした技術の開発はされているのか、また政府としてそうした技術開発の後押しをする仕組みなどはあるのか、あるならどのようになっているのか、教えてください八木環境大臣政務官。はいえー、ただいま委員のご指摘のありました、DAC の件でございますけれども。 大気から CO2 を直接回収して有効利用するダックダイレクトエアーキャプチャー、本年1月に策定いたしました革新的環境イノベーション戦略において、世界のカーボンニュートラルや過去のストックベースでの CO2 の削減を可能とする革新的技術の一つとして位置づけられておりまして、脱炭素社会実現のための重要な革新的な技術であるというふうの認識をしております。 環境省でもこれまで、この技術といいますか、この考え方は、潜水艦だとか宇宙船の中での CO2 の削減といいますか、それをやらないと空気が循環しないという、そういう技術があるものですから、そのことをしっかり実証していきたいと、こういうふうに思っております。 さらに経済産業省においても、ダック技術の大規模化、低コスト化に向けて、従来の延長にない研究開発を進める、ムーンショット型研究開発制度、これを活用いたしまして、集中的に技術開発を推進しているところでありまして、現在、研究提案を公募していると承知しております。 また、回収した CO2 の農業利用などについて、環境省が CO2 回収設備の設置を支援した佐賀県佐賀市において、回収した CO2 を農産物栽培や化粧品製造等に活用する事業が行われておるところでありまして、今後も着実に技術実証を進めて、原材料、化石、資源から CO2 に 転換する社会の布石を打ってまいりたい、新たな技術で大変注目しているところであります平山幸子君。はい、えー、やはりこうしたあの地球規模での CO2 の削減にはあの、先ほどからもありますけれども、民間の活躍というのは不可欠だというふうに思っています。で ただ一方でですね産業界でなかなかあのこうした地球温暖化対策進まないというのはそうした活動に対する企業のメリットまあ、つまり直接的に利益につながることが少ないといったところも大きな原因の一つかなというふうに考えますえ国や政府は CO2 削減に前向きな企業に対する支援を充実させて民間にとって CO2 削減が直接的に利益につながるもしくはし 経費削減につながるように乗ってきてもらえるようにすべきだというふうに思います。現在、地球温暖化対策に取り組む企業に対して、どのような経済的な支援策が行われているのか、またその支援策はどのくらいの規模で利用している企業はどのくらいあるのか、さらには現在の施策で支援を必要としている企業に十分に支援が行き届いているというお考えなのかどうか、2030年度の目標達成に向けて、さらなる支援の拡充も必要ではないかというふうに考えますが、 政府の考えを教えてください。佐藤環境副大臣、はい、えー、あのお答えを申し上げます。あのインゴ指摘の通り、企業の参加というのは非常に大事だというふうに考えておりまして、えー、2030年度のこの26%削減目標。 の達成ですとか、あるいは長期戦略で掲げます脱炭素社会の実現に向けまして、あの委員御指摘のとおりですね、特にあのこの中小企業の努力削減行動というのも重要であるというふうにあの考えております。で、こうしたあの中小企業の取り組みをですね、後押しをさせていただくために、環境省で例えば中小企業などの CO2 削減ポテンシャルを診断をして。 そして、排出削減に必要な設備導入を支援をするという、この CO2 削減ポテンシャル診断推進事業というものを実施をいたしております。 で2018年度には、中小企業を中心に、大企業も含めて675事業所を診断しまして、うち88事業所で設備導入を支援しております、でまあ、このこうした本事業の活用促進のために、説明会の開催などであの周知を図っているところでございまして、令和元年度は20億円の予算を計上し、そして令和2年度の予算案では15億円を計上させていただいているというところでございます。でまたたこうした 補助事業に加えまして、環境省の方では、あの経済産業省や農林水産,業水産省と共同で、いわゆるあの省エネ、再エネ設備や森林管理などによる温室効果ガスの排出削減量ですとか、吸収量を J クレジットとしてあの認証をして、売買取引できる、あのいわゆる J クレジット制度というものを導入しておりますけれども、これによりまして、削減のための,せあの設備投資コストを、民民の取引 で回収することを制度的に後押しをしているというところでございます。で、このあの J クレジット制度につきましても、今後は。 ブロックチェーンなどのデジタル技術を活用して、中小企業や家庭まで含んで、オールジャパンの削減努力によって生まれたクレジットをリアルタイムで取引できる、そういう取り組みを支援していくというために、昨年秋、私の副大臣室で、環境、気候変動をかけるデジタルというプロジェクトを立ち上げまして、今、検討を進めているというところでございます。あの具体的には J はい、具体的にはあの、J クレジットの申請、手続きの電子化や、ブロックチェーンのデジタル技術を活用した市場創出で、まあ、最速で令和4年4月に運用開始を目指していくところでございます。いずれにしましても環境と成長の好循環に、企業の参加は不可欠であると考えております。 山幸子君はいすみません、時間が来たので、最後の質問はやめさせていただきますけれども、ぜひ今後も地方にもそういった政策が行き渡るように、よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました本日の調査はこの程度にとどめ、これにて参加いたします。